いらっしゃいませ。ビーンズバーへようこそ。本日もご来店ありがとうございます。ビーンズバーは金曜日の夜8時30分にオープンします。おばちゃんのおばちゃんによる笑いあふれる30分、本日もお楽しみください。めしべのことだま、支度、黒田三郎。何の匂いでしょう、これは。これは春の匂い。真新しい着地の匂い。真新しい革の匂い。新しいものの新しい匂い。匂いの中に希望も夢も幸福もうっとりと浮かんでいるようです。ごった返す一息切れの中で、だけどちょっぴり気がかりです。心の支度はどうでしょう。もうできましたか。あざす。若い。なんか珍しく。なんかね、うん、ちょっとたまには可愛いのもいいかなと思って。子供のためのっていう。これは子供と読む詩30選。でまあ、小学校5、6年よ。教科書載ってましたよね。うん、多分支度かなんか。なんか別のやつじゃない？あら、その話やった。違ったっけ？同じような題で同じようなやつがあるよね。なんかさ、季節の匂いってさ、あるよね。あるね。あるある。みんな感じているのかな？感じる感じる。ね。年の私たち以外のそあーなんか春の匂いとか、なんかね、夏の匂いとか、いいね、そうなんかあるよね。あるよね。でもやっぱり虫が結構たくさん飛んできますね。やっぱ春の匂いに誘われてるのね。あーなるほどね。そう、今もう麦のさ、青い麦の方が綺麗ですね。山田のちょうどね、交差点のところが今麦が青いんですよ。あれがね、波打ってますね。黄金色になった時がまた綺麗なんだけど、本当に綺麗よね。今年早いような。早いです、早い早い、全体的に早いね。早いです。芝桜も満開過ぎてるもんね。そうでしょ。ツツジもなんかもう、ツツジも満開ですよ。満開でしょ。そうそう、枯れよっちゃう。藤も咲いてる、咲いてる、咲いてる。今年はちょっとめちゃくちゃ早い、いろんなものが。早いね、やっぱ温暖化なんですかね。なんでしょうね。なんかちょっと怖くなってきたね、この頃ね。いろんなことがね、ちょっと起こってほしい。夏が恐ろしい暑さになるの。もうそれやめてほしいです。限界なのにサンゴ礁ができるじゃないですか。いやいや、だから熱帯化すればね、あの辺も、でもな、どこやったっけ、熊の実がもう住み着いてるらしいよ。そうなの。あの鹿の島じゃないけど、あっちのあの辺りに。そうなんだ。誰かが捨てたとか。登ってきて、黒潮、暖流ね、暖流に乗って対馬海流、違う、なんか下からのに乗ってきてるんじゃないかっていう、ローカルなニュースを何日か前に見ました。あら、いやいやいや、いよいよ、いよいよ、なんか現実味を帯びてきました、ね、いよいよですよ。ね、
あの沖縄のサンゴ礁は全滅かとかなんか危ないとかいう話なのにね。あの私最近あれが気になった、東北の、うん、あの海水に流す汚染水、あれ決まったんでしょ、どうするか、まあね、ずっと、うん、もう政府はそうするって言ってる、ね、なんかもう本当に全世界の人に申し訳なくない？っていうか私たち知らないけど、うん、普通みたいですよそれ、うん、あ、そうなの、他の国の人そういう処理してんの、海水に流してるのって、まあ、自然の浄化作用でって、まあ、40倍とか何十倍に薄めて、漁業関係者は反対してるよね、だって風評被害がやっとね、やっとちょっと良くなった頃にまただから、うん、全く影響ないのお魚とかに、うん、まあそれは ないとは言えないかもしれんし、うん、あるとも言えないかもしれないし、それはだって長い年月の長い蓄積みたいなものもあるからね、やっぱ子供孫の世代にね、そうそうそう、残しちゃいけないよね、そうそうそう、そういうなんていうの、そうね、わけのわからない解決を、うん、そうじゃああとはよろしくねっていう感じで、お年寄りの政治家は ね、引退していくからどうすんだろうね、原発ね、ねえそう思う、なんかこう蒸発できんとかね、蒸発できない、蒸発しても雨とかになってね落ちてくる、沸騰しても出るのか、まあ、水系はどうにかなっても中のほら、うん、ね、うん、粉が出て、うん、粉々になったらさ物量は少なくなるけどでも風で飛んでいく、お月さんに持っていくしかない、うん、なんかね、もう厄介なものをね作ってしまったのも人間なので、まあそれは人間がちゃんと責任を取らなくちゃいけないことなんでしょうけどね、まあ私たちの後の世代ずっとまで、なんかあのね、北極かなんかの凍土の中に、あのどっかの国はねこう埋めるものを押し込めたりしてるような場所があるみたいだけど、でも凍土もね溶け出しようもんね、それも溶けちゃうともう大変なことになるっていうことでございましょう。なんかねもうそんな考えると、そうよ、うんね、いや多分、ね、知らないところで知らないことがねいっぱい起きてるみたいですよね、思いますね、でもなんかあんまりその無関心にはなりたくないし、うん、でもあんまり心配しすぎたくもないじゃないですか、うん、でもそうそうそう、なんか無関心でいることの方が一番罪かもしれないんで、うんうん、あのほらコロナが出た時もさ、うん、あそこの何中国のウイルス研究所みたいなやつやったよね、うん、あんなのがあるったいと思ってびっくり、うん、びっくりしたよね、本当にあれがなんかさ間違えてポッてウイルスやけんさ風に運ばれたらね、うん、まあ、結局もう武器だから、うん、もう戦争のための化学兵器なんですよ、あれそんなの撒いちゃったらもう みんなね本当にあっという間 に、うん、人間亡くなってしまうわけですから ね、まあ、それを使っただろうみたいな、ほらあの枯葉作戦っていうかベトナムの時にアメリカもだいぶねあれしましたけど、結局はもうねなんかうやむやのままに、なんでその危険なものを研究せんでもうちょっとさ身になるものを研究すればいいのに、うん、ね、莫大ななんかやっぱ悪があるよね、人間はね、マネーが動くんでしょう ね、でまあアインシュタインだってまさかそうそうそう、まさか後悔してるんでしょうね、だとは思うんですけどね、うん、そういう つもりはなかったっていうか、まあね、結局作ってしまったのは人間でございます。ミャンマーもね、私なんかそのあんなに不幸な国だと思ってなかったけど、うん、まあ、ずっとあの続いてるんでしょ、その民族間の構想がね、うんうん、なんか私ミャンマーって言ったらウィル君だおるやん、あ、ね、はいはい、あの俳優の、うん、あの人のイメージが最近強いんで、何ウィルだったっけなんとかウィン君、ウィン君、ウィン君知らない、うん、若い俳優さんね、うん、あ、そう、森崎君ね、そうそうそう、おだからなんかすごい平和なイメージが、ね、あったけど、
あの人も心配してますもんね今ね、家族のこととか。あ、そうなんだ。ちょっとね、ね、あんなになってしまってね、まあ、群生っていうのは良くないよね。そうね、もうどうして群生ができるかなっていう、まあ、武器を持ってるからですよ ね。そうね、まあちょっとせっかくね、なんかスーチーさんが戻ってきて、そう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 、いい方向に行くのかなと思ったらクーデターやしね。そうなんよ、まあ絶対反対勢力がなんかね、いるね、まあ、いろんな関係があるんですよね。結局その武器を提供してる大国があるわけですよ、結局はね。だからなんかそういうところとの関係ね、そう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 、絶対にあるんじゃないかなと思いますけどね。お金に繋がってるね。まあ春のなんかいい感じの詩を。すいません、なんか少し心の下にはできましたかっていう。はい、ということで今日のスタッフはキャサリンママとメシベチーママとピチピチのオクラとバーテンダーのキムチがお送りします。そうですよ、もう4月もね終わりに近づいてるからもうゴールデンウィーク直前っていうことで、はい、4月23日じゃないですか。そうじゃないですよ、23日、はい、ルロケンが始まりますよ。あらら、あついにこの日からついに、あら、チケット取りました？いや、まだです。まだか。まあちょっとほとぼりが冷めてから取ろうかなと思って。あれで、なんとかで見るんでしょ。4DX で、あ、いや、ぜひそれで見てくれって佐藤健くんも言ってたよね。もっと増えればいいのにとか言ってたね。 4DX って2500円ぐらいするんですか？するんじゃないかな、ね、なんかこかけるんですか？かけると思います。へ、ね、かける、うちいっぱいあるだから。へえ、そっか。それ借り一回一回あれ。それ持っていけば、ね、そう持っていけばいいんだけど、忘れちゃう、忘れちゃうっていうか、まあね。今度は持ってってください。ぜひぜひ。そうか、あれ、あ、今は博多座と天神もあるの？あ、博多座じゃない。キャナルのとこね。あ、キャナルの方。とあと、うん、あそこ。なんだっけ、大野城のイオン、イオンもあるの？イオンやってる。あ、できたんだ。近いね、4DX。前からあった？4DX あるよね、あると思う。そうなんだね。いや、私も博多まで行かんといかんのかなと思ってたけど、大野城あるならいいね。うん、車で行けると思いますよ。あら、そうなんだ。そう、私これ前話した時にね、はあ、あの真剣佑のことを、はあ、新田真剣佑って言ってたみたいなんですよ。はいはい、新田真剣佑。そう、ここ訂正してお詫びしておきます。いや、だからもうさ、さっきの森崎ウィンじゃないけど、もうすぐ人の名前忘れちゃうわけ。だからこう、あの時はなんかメモしてたのね、うん、漢字で、うんうん、だ漢字パッと見て、多分、うん、あの、ね、新田さんって知り合いがいるもんで、うん、読んじゃったんじゃないかなと、自分じゃそんな気なかったけど、うん、なんか後日聞いてみたら、うん、うん、誰言うよみたいな、新田って言っちまったみたいなね、言っちまったぜ、言っちまったぜ。私でも何、アメリカ行っても新田真剣佑の名前変えると、真剣佑なんじゃない？戻すの、うん、ソニー真剣佑かもしれない。ああ、そっか、千葉さんがね、うん、分かんないけど、まあ、あの弟あれ、ゴードン、ゴードン、うんうんうん、ゴードン君今 ね、頑張ってるね、日本で出てきてましたけど、ね、ゴードン君は上なんやったっけ、前田ゴードン。で違うもうね、全然出てこない。出てきます、みんな人の名前出てこない、ね、出てこないんですよ、ね、ね、あれあれ、あの人、うん、そう、うん、そんでいつもさ、家でもテレビ見ながらね、うんうん、もう旦那と喧嘩ね、あれとかこれとかそれとかだからさ、いや、あの人おったやんっていう、あの人じゃ分からんって言うけどさ、もう向こうもさ、あのこいつあいつの真似してるよな。誰か分からんみたいな。こいつってほら、さっきちょっと話出てたけどね、鈴木亮平くんが誰やった？
あ、アメちゃんの真似してるようなじゃないけど。あーそうなんだ。そうそうそう、あんなのもね。でもお互いに分かるわけ、あいつこいつで、うん、あーそう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 、あの人ねって言う、あの人ねがね、うんって言いながら違う人をイメージしてる場合もたまにあるんです。面白い。それすごい。そうそう、あれそれでもう会話が成立するようになったら大したもんよね。大したもん、大したもんですよ。でもどうしてもほら名前し思い出したくなるじゃないですか。そうそうそう、気持ちが悪いもんね。でもすぐググったら出てくるもんね。出てくるね。便利、早くググればよかったと思うもん。二人であれすればなんとかの俳優とか ね調べたらすぐに出てくる、そう出てくる、ね、出てくる。本当にもう、そっかそっか。じゃあ楽しみが少しねできましたね。いつ行こうかな。連休明けたらね、そうそう、また梅雨が来ますぜ。でも夏だ、夏、本当にもうだって連休って暑いじゃないですか、もうね、うん、え、連休っていつから連休？29じゃない、9からね。いやでも今度なんか月火水なんですよね、3、4、5が多分。あ、じゃあそう、ね、23、24、25はちょっと避けて、連休は明けの方がいい、明けの方がいいかな。そう、好きに好きにして。はい、ということでございますが、まあ今日はね、なんかこの前ちょっと話が途中になって、ね、なってたんですけど、うんうん、まあ、友達はあの作るものではなく、あのできる自然にできるものなんだよっていう、うんうん、あのママのなんか艶なことをね、金言がね、金言が出た、ね、出たわけですけど、ね、どうも、なんかそんなにみんなあのママをいじめたらいけない、いやいや艶にと自分で艶にって言ったんですけど、うん、まあ友達についてパート2ということで、うん、ちょうどねオクラがね、なんかあの面白い話をしてたところで終わったんですよ。その友達がね、うん、っていう話で、で、うん、なんかあのこう話してる途中で連れて行く、連れていくんですよ。本当に嫌な嫌な友達の話になってるね。嫌 な方のね。やっぱ。え、女子校だったからと思う。そう、多分、うん、いやもう女子校とかのレベルじゃないかもしれない。その人に問題があると思うんですよ、うんうんうん、で私だけが、その被害者は私だけじゃないんですよ。いっぱいいるんですよ。まあ誰でもか。そうなんですよ。だからその持ち去る相手は決まってるんでしょ。いや決まってないんですよ。決まってないの。誰でもなんですよ。そりゃちょっと立ちが悪いね、うん、本当に立ちが終わるございました。そういう人ってやっぱ友達がいないの、うん、そういうわけじゃない、うん、そういうわけではないけど、でも本当の友達じゃない、うん、そういう人はいたかな、どうかなって。だからその人はずっと回ってました、いろんなグループを。あー、なんていうんですかね、うん、てん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 としてですね、うん、そうね、女子はグループ作っちゃうから、ね、うん、作るから、だいたいここにこう A があって B があって C があってって言ったら、うん、この A の中の一人と仲良くなってこの中にいます、うんうん、でまた次に B の中の一人と仲良くなって B の中におるとか言って、なんかそんな感じでした。うん、はぁーですよ。だって、うん、まあまあみんな知ってるから、うん、まああの子はあの子はあの人、うん、こんなんやねみたいな感じでしたね。はい。でもそうやってでもこう、こう橋をこう渡りながら、うん、渡りながらぐる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 、自分的には良かったのかもね、うん、本人はね多分それで良かったんじゃないですか、うん、あ、まあまあ、無意識にやってたりね、うん、新しい友達ある意味全員と仲がいいかもしれない。そうよね、うん、そう思ったら、うんうん、でもそしたら引っ張ってさ、うん、連れていかんでいいっちゅうことやもん ね一緒に仲良く喋ればいいっちゃもんね。ひどいっちゃんねと。でも嫌っちゃろうね、うん、取られたみたいな感じなんじゃないですか。うん、そうね、うん、独占欲が強いっちゃうね。強いんですよ、うん、でお金持ち、そう、あ、だからか、うん、お金持ちやった育った環境とかあるね。あ、その持っていく人が、はい、持っていく人です。連れ去る人はお金持ちでした。はい、いや私のものって感じなんですね。そう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 、だけど多分お嬢様
かなみたいな、うんうん、だからみんな邪険にしないんだ、うんうん、分かった、うん、あるね、うん、なんかお金とか出しておごったりしそうやもん。そう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 、多分 あるね、うんうん、あ、それもそんな感じでしたね。でしょう、うんうんうん、周りのみんなもしたたかやね。あの子が来たらなんかいいもの食べる、そうそうだけ、今思った、そうやそうやそうや、うん、そういう人じゃない絶対渡れないと思う、相手にせんやろ普通、そうしないしない、なんでかなと思ったらそれだ、そう考えたですですっていうことは、すごいね女ってね。その人もそうやけど、私たちもそうだったってこと。そうやね、うん、まあもう一つはさ、なんか男友達、うん、男友達ってありえるのかっていうのをね、どう思うかっていうのをちょっと話したかったんですけどね。でも前もあったね、そんな話ね。あったあった、したしたしたっけ、したしたした、うん、キムツ姉さんは大丈夫できるって言って、チリマメは全然絶対ない。今ねーってしてたから、横ねーってしてたから、全然覚えてない。最初の方やね、なんかね、多分ね、その話をしてたのね、まあ変わらず、うん、もうさ、この間で変わってきたんや。変わってないけど、うん、なんか友情よねってこう思ってても、うん、その環境がちょっと変わると、環境ちょっと あのいかにかオフレコ状態になってしまうね、あるんですよね。例えば離婚したりね、別居したり、うん、そう、女の方、まあ、男の人もそうだけど、うん、そこの状態がもう変わるわけでしょ、前と。そしたら仲良くしてて気があって、あ、友達と思ってて、うん、そのままの状態で行くかって言ったら、それがそうじゃなく、ほらもう相手がフリーになったらもういい、うん、いいんじゃないかみたいに、どっちかがどうかモーションをかけるっていうのはあるの。だからそこで、あ、友情じゃなかったんだって、まあ、気がついて、その友情じゃないわけじゃないのかもしれないけど、その状況が変わって、友情がその変な欲望と愛にね、フラッていってしまったのかもしれないし、ちょっと難しい話題になってしまう。ね、そうね、ありますね。そうやな、それはもう愛とかっていうよりも欲望やね、うん、そうよね、でもその欲望出したらもうダメじゃん、そこで友情は終わってしまうやろ、うん、まあ、うん、ね、それまでの関係とはもう変わってくるわけやけん、うん、そうね、何をもって友というのかっていうところがちょっとあるかもしれない、ね、だいたい男の人ってやっぱり下心があるでしょ、だから人やっぱどうなんみたいな。人によると思うよ。そうよそうよ、人による、うんうん、やっぱり友情として付き合ってる人いるよね、うん、いると思うよ、いると思う、あ、今のね若い人は結構ほら、そう、うん、友達がね、うん、ほらね、いっぱいいるから、もう小さい頃からの男友達、うん、女友達とかあんま関係なくやってるようだから、あるのかもしれないね、うん、まあ、ね、そうね、みんなで泊まったりとか、うん、多いね、多いね、うん、まあ、なんか、そっか、そう思ったらやっぱ友情成立するよね、なんか間違ってね、うんうん、間違ってそういうことがあって、やっと気がついたら、あ、こいつ男やったとか女やったとか、気がつくとかいうような感じでこう関係変わったりとかいうことあるかもしれないけど、うん、なんかほら結婚したりする人おるやん、ずっとお友達付き合いしてたけどみたいにね、うん、ある時急にね、コロッとこう、あるよなと思って、あ、うん、こいつと一緒にやっぱおったら楽なんやって気がついたりとかね、それはあるかもしれんけどね、
だけどある程度のこう友情って成立するような気がするね。はするんだけどね。男友だけど、ね、男友達っていうか男の子のほら学生の時の友達とか いました。考えたら。うん、そう言われたらおったね。いるやろ。うんうんうん。いるよね、仲良くしてる、うん、男友達だらけそうやった、そうやった、そうやったね、やっぱ男性の方がなんか話しやすいとかあるの？話しやすいっていうか、ほら 部活が剣道部だからというか、あそうか、うん、男ばっかりね、女の子は少ない、まあやはりほら部活関係の友達はあの結構長く続くため、ね、だから普通にほらなんかこうちょっとまたそこはね違うからね、うん、そうそうそう、なんか苦労を共にしたみたいな、クラスメートの男友達とかとはまた違うね、うん、と思うんですよ、うんうん、だからこうすいた晴れたとかを通り越しての関係じゃないですか、そんなの全く関係ない状況でのこうほら付き合いをずっとしてるわけだから、うん、あんま変わらないね。ね、それ考えたらなんか普通に学生の時にね、私あんまりその普通の友情の学生からの男友達でおらん。あ、そうなんだ。あ、女子校、あ、でも女子校でもバイト先とかでみんなで仲良くなったりとかして、うん、ずっとそのまんま、うん、そう、やっぱりなんかその中にはな何かしらの感情が入った絡みはあるけど、あ、そっかそっか、ただの友情って言って昔からの人はいないな。あ、そうか、うん、今は今いるでしょ、茶飲み、今は、うん、なんかほらもう取れたでしょ、つきものが何それ、何つきものが私も取れ、まあそのね、友達関係みたいな年齢の人も取れ、うんうんうん、そしたら初めてなんか友情みたいなものを感じる時がある、うんうん、今も会社の中にもいるけどね、うんうん、同じ年の人とか、うんうん、あ、これお互いにつきものが取れてるからこんな感じで話せるんだなっていうのはあるうーん、そうなるよね、うん、なんかこうすごいこう体質ね、うん、恋愛体質っていうかやもんね、うん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 、だけんやっぱそう、うん、そんな感じだからあの男の友達なんて私は作らないわみたいな作らないわっていうか、なんか、うん、仲良くなるけど、うんうん、手出してきたりとかになるの相手が、あー、うん、はいはいはい、でなんか私はただチーママが魅力的すぎる、そうそうね、そうね、バディがね、フェロモンもさ、ファーンってさそうや、ね、うん、だからなんか帰って最近はまあ楽しいぐらいあるよね、あ、そうね、誰も私のことを女と見てないよねぐらいの感じになってきたそんなことないでしょ、だってそれはない、いや、なんかその昔とは違うそんなものが自分の中にもあるので、だからかえってね、もうなんかね、かっこつけなくていかんなと思う時がある、もう全くなんていうの、うん、自分の女を出さなくなってしまった、もう女の部分もすりゃどんどんなくなるけど、うん、昔はそこに女の部分もあって、うん、女の表現もしてたわけやん、私は女っていうのも出してたわけだけど、それどんな風にこう品を作るとか、そうそうそう、品を作るとかね、やっぱり、うんうん、その変に見られたくないとかあるでしょ、でも今はなんかもう、うん、あんまりどうせ誰もあんま女と見てないよなっていう感じに、もう同等の口調で喋ったりとかしてしまうよ、うん、だからダメだなと思うよ、うん、最近、そこをちょっと見てみたいね、だってさ私見たことがないけん見てみた、なんかウキウキ、うん、ウキウキ、いや、なんかない、最近の年代、はあ、それこそ60代とかになったらない、そういうの、ないって何、女を出さなくなったっていうこと、全く自分が女っていうこととかをもう忘れて、もうその、なんていうの、そう、何なあ、それ
すごいノージェンダーな感じで。どんなんだ。なんか人間対人間になってきた。あ、そうそうね。それはあるよ。もう性別、うん、もうさ、もう昔は性別から入ったりとか、やっぱ性別気になったりとかしてたけど。人間と笑いが大変なんだけど。え、ないない。60代の皆様。そんなんなるんや。え、何がノージェンダーということ。うんうん、もうね、なんちょっといやいや、女は女、うん、女でしょ、うんね、そりゃそうなんだけど、うん、まあ、もう一人の性は男っていうことよね。でも、まあまあ中間、中間の人もいる、中間の人もいるし、うん、あれだけど、その相手がどう見てるかっていうのを考えると、もうメスとしては見てないなっていう、その視線がもうあるある、ある。どんな感覚なのかそれって。それはもう本能的に多分女を感じてくるんじゃないかなっては思う。あ、もうなんかこう変な言い方やけど、うん、それよ。そう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 そ, でそれは、まあ、たまにおるよ。たまに熟女好きな人とかもいるから、若くてもなんか、なんかね、もうそんな、こんなおばちゃんにみたいなね、人もいるけど、それはもう本当に稀な人たちでしょ。だからまあ一般的にはだいたいそうよね。だからといって、でも自分はその女っていう性は性なんだから、まあちゃんとしとかないかんねっていうのは思うけど、うんうん、それは思いますけどね。でも思いますよね。思いますけどね。うんうんうん、だけどそこのその狭間のところで女性はやっぱり悩むわけですよ。ね、最初のところ、最初のところほら、なんか更年期の話とかしたじゃないですか。それに来る前にものすごく悩むはず、うん。もう自分がその女性としてこれままでいいのかとかいうようなことを、多分ものすごく悩む人は悩む。それを悩んでないと思ってても、なんとなくこうモヤモヤするっていうのがずっとこう更年期にこう突入する何十年ぐらいの間にあるんじゃないかなと思う。でもなんかこう幸い子育てに忙しかったりとか、仕事が忙しかったりすると、まあっちゅう間にまあこんなふうに。でも自分の生活を楽しもうっていう風になっていけばいいね。あとはね、何がな、楽よ。でも楽、そう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 、楽なの、楽楽、楽なの。そんな気にせんでいいわけや。そうなの。 あの男の人がどう見てるかとか、例えばよ、ここで自分がなんかこんなんしなくても、うん、まあ、そこにおる女の子がその代わりになるけんいいやとかね、思うわよ。それはなんかね、それはあるね。楽楽、うん、そういう、それこそまたおつぼね様みたいね。いやだけど苦しい時期をもう乗り越えると楽になる。でそのおつぼね様、一番のおつぼね様は、うん、結局その相手の外見に対していろいろ口挟んでくるわけでしょ、うん、でももうこう私たちみたいに一定のラインをもう飛び越えたら、うん、気にならない、ならない。だから自分も気にしなきゃいけないのに気にならなくなってくる。だからいいのかなと思うわけ、うん、もうちょっと女を出した方がいいのかなと思うわけ。いや女をっていうか、まあ右霊にしときます。汚いババアは嫌じゃないですか。そう、やっぱ、ね、ダメよね、うん、それも綺麗に、ダメ、右霊にしときましょうって。う、別にはだ誰かをに受けてもらおうとか、うん、ね、じゃなくて、うんうん、自分とか言ってることも結局なんていうかな、うん、やっぱり昔のようなあれじゃなく、 なんだろうな、やっぱ格好つけてなくなるっていうか、うん、もうズバッて、楽になるってことだよね。そう、楽になる、何でも楽になるっていう友達のことについて話してたのが、自分の話に なってしまいましたけれども、うん、はい、それではそろそろ閉店のお時間で、もう閉めようとして、すいません、時間がずいぶん、はい、ずいぶん過ぎてまた、はいはい、うん、ではでは来週もご来店お待ちしております、はい、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。また来週、それではさようなら。Bye-bye.
ちょっと聞きたい。まだ聞きたかった。うん。